あちゃんです。今日1月の24日、何曜日だ、木曜日のあちゃんの朝ごはん。はい、もちろん朝食です。はい、今日何しようかな、何も考えてへんねんけどね。とりあえずピザソースでも、はい、ピザソースと、ジェノベーゼペースト。これをね、これを、どうしようかな。混ぜます。でちょっとね、ピザソースにジェノベーゼソース入れてちょっとバジル感を増します。でメイン何使おうかな。いける。でメインに肉系なものは、ちょっと凍ってるんだけどね。チルド入れたら凍んねん。最近冷蔵庫のなんかパワーが強すぎるのか知らんけど、まあ、いつも言ってることやけどね。よいしょ。はい、これでここにチーズを乗せて、まあ、普段通りの、ちょっとねバジルが強いピザトースト。いいかな、焼きましょう。あ、違う。ここにね、乗せたかったもんがね。ピーマン。トッピングしたかったにょん。これでちょっとね、風味が変わるからね。で焼いていきます。はい、できました。食べましょう。よいしょ。いただきます。今日はね、いつもこ昨日4時間弱、4時間半ほど、今日はね4時間ちょい、もう約5時間近く寝たから、結構ね、体がスッキリしてんの。でも、起きたすぐはね、なんか体が重い。なんかこう、ギューって。体中が筋肉痛じゃないけど、しんどい感じがして。頭痛もこともない。まあ、頭痛はね、低気圧、気圧の下がりもあんねんけども、それもあるからかもわからへんねんけど、あれです。なんていうの？脳というか頭はね、いい感じに起きてんねん。ただ、ちょっと目の上が痛いとか、頭痛がするとか、そういう、いろんなね、なんかは出てんねんけどもね、完全にスッキリじゃないけど、結構スッキリしてきた。やっぱり寝るの大事やね。いただきます。最近ずっと4時間超えて寝れてるから。日付を変わる前に寝たい。11時台に寝たらちょっとね、寝坊して6時間寝れんねん。まあ5時間台ほんま6時間ぴったり寝るのが一番ちゃんは体にいいんだけどね。っていうか合っていいの？結構ね、6時間睡眠を徹底してた、昔は。で、やってんけど、やっぱり、なんやかんやって YouTube が、
今までしてきた仕事の中で一番 YouTube が時間かかる、うん、過酷かもわからへん。いろんな体力的なもんとか、いろんなそういう、もう他の仕事もきつかったよ。精神的なきつかさは車が一番きつかった。いつも緊張のしっぱなし、もう結構ね、言ったらね、バカにされるぐらいのことやねんけど、バカにされるっていうかね、車屋さんそこまで考えてない人が多かったんやけどね、ええー、って言われんねん、同業でも話したら。一番簡単な仕事って何やろ、洗車。簡単じゃないけど、奥深い。一番車屋さん入ってきて一番最初にさせてもらう、さされるのが洗車やねん。大体入ってきて何年間って洗車係さされるんだけど、で次は何やろ、まあ大手さんなんかやってもアルバイターでもさすのがオイル交換、タイヤ交換、一番簡単なルーティン作業ね。言うけど、そのオイル交換とか、タイヤ交換、洗車一つにしても、お客さんの命がかかってると思ったら、いつも真剣で張り詰めた状態でやらないのね。へえって思え、へえって思えよ。タイヤ交換って自動車学校でもなるって、自分でしましょうって、ネジ緩めて対角線にタイヤ変えてとか言って、名前もんじゃない。タイヤのネジのね、締め付け規定トルクっていうのがあって、ある程度の力で締め付けないといけないね。それより締め付け足らんかったら、そう、緩むね、緩んだタイヤ取れるよね、危ない、死んじゃうよね。それみんな分かってるけど、何が危ないかって、締め付け足らんことよりも締め付きすぎ方が怖いね。大体みんなね、タイヤ取れた怖いから締め付け足らん人ってほぼおらんね。プロの、プロっていうかね、車屋さんになったら、プロって言ったらあかんねんけど、車屋さんになってきたら毎日同じ作業するから、その辺ちょっとね、危なさを忘れておろそかになるところが多くって、ネジを手でピピピピって締めて、インパクトドライバーでパリ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 って締めんだけど、でそれで大体終わったりするけど、あと締め付けトルクをチェックする、トルクレンジでカチ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 、最近にはやってるけどね、昔はしてなかったね。うん、その締め付けトルクのチェックやねんけども、締め付けトルクチェックする前にネジ手で締めてパリパリで締めんだけど、4つタイヤつけてネジ手で締めてパリパリで締めていくんだけど、1本2本締め忘れてたり、下手したら1本のタイヤ全部のネジを締め忘れてたよね。ネジ手で締めてバリバリってやる途中にお客さん来た、対応した、戻ってた時には3本ぐらい締めてあるから、1本締めたと思い込んで下ろしてしまう場合があるんでね。簡単なタイヤ交換で、そう、命なくなるよね。でもう一つ危ないのが、結構大手さん、どことは言わへんけど、見てるね、インパクトでパリ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 って締めて、トルクチェックでカキン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 って、まあ、ギューカキン、ギューカキンって言うんだけど、カキンって言った時に、今、まあ、ここのトルクで締め付け OK だよ、カキンってチェックが、チェックの音が鳴ったりするの。カキンっていう、カキンっていう音がちょうどいいと、締め付けトルクって合図なのに、キュッて押した瞬間、カキン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 、オッケーっていうところが、ね、どういうことやもん、何人か分かったと思うんだけど、カキンって言った時点で締め付けすぎてんねんね。もっと怖かったのが、締め付けがね、ギューカキンギューギューカキンギューカキンギューカキンギュー、はい、締め付けトルクオーバーしてんねんね。何が怖いって、締め付け足らんより締め付きすぎ方が怖いねん。なんでかって言ったら、ネジっていうのは、みんなネジって何やと思う？バネやねん。ネジはネジやん。バネはバネやと思うよ。ネジってね、ねじ込んで締めていったらね、どうなると思う？ネジ折れんねん。
なんで折れるの？ギュッて締めたらネジをギューって締めていったらネジが何本でも締まっていったらこっちは止まらへん、鉄板入ってるから伸びてくんねんね。ネジが伸びてきて伸びてきて伸びきり、これ以上無理って言ったらポキンと折れんねん、伸ばしすぎて折れんねん。でもギューってネジを伸ばすことによって伸びたものは戻ろうとするやん。バネの力でタイヤを外れさんように締め付けとんねん。それの規定トルクっていうのが 12.8 キロとかね、だいたいメーカーによって、そのメーカーというかだいたいのネジの太さによってだいたい 12.8 キロ、9.5 キロとかそんな感じでね、太さ、うん、これがおろそかで締め付きの車が多いの。締め付けすぎとったらいつも以上にバネが効いてるわけ。バネが効いとったらドーンって衝撃入った瞬間にバネがポキンと折れる場合があるね、ネジが。これでタイヤ取れたりする。締め付けすぎはそれが怖い。あと締め付けすぎたらネジが伸びひん分ネジ山の方がギューって減ってくんねんね。そんなもん。それの英霊がオイル交換。オイル交換ってオイルパン締めるのに、1.9 キロ、2.9 キロみたいな感じ。ほんまにトルク少ないね。で、アルミパッキンとか、あの紙パッキンとかパッキンが入ってるけど、パッキンがギュッと潰れたら、パッキン自体もバネの役割してるから、パッキンとネジとのダブルの締め付け、あの バネの効果で緩まになってるんだけど、それが締め付けたらんかったらもちろん振動で緩んで落ちる。たまにあんねん、手で締めて、これもなんか中作業入ったり、他のことしてる間に忘れて締め忘れ、よくよくあることです。でも締め付けすぎてオイルパン潰してしまうことも多いね。これ GTR とかのアルミオイルパンね、RB26 のアルミオイルパンやってしまうと、工賃込みで20万とかさ、エンジンおろさんとでけへんかったりするからね、20万、30万の作業になってしまう。あ、それだけじゃない。オイルをこぼすことによってそれを自分の後輪で踏んだらスピンして死んじゃう場合もだけじゃなく後続車までスピンして死んじゃう場合がある。だからオイル交換ってすごく簡単に言ってるけど人の命の過程にね、だからものすごいプレッシャーなんよ。お客さんの整備だして出してのお客さんが本当に安全に乗れてんのかっていうのは次の笑顔を見るまで不安なんね。そんな不安との戦いが車屋さんやね。なんかママの中で一番メンタルをすり減らしたかもこれ、うん、忘れちゃうけどね、みんなそういうスピリットはね。でもそれをいつも心に持っとけってちょあのみんなに指導しとったうちの社員には、うん、なんかいいね、うん、あ車関係の仕事に戻りたいな、戻りたいけどな、戻りてももう作業せへんけどね、できへんけどね。若い子にこのスピリットを受け継ぎたいなっていうのはあるんだけど、うん、いや洗車命かかってん。洗車もねボディを拭いてる時にタイヤの亀裂を発見したり、タイヤの亀裂はタイヤバースト、バースト、高速道路でバーストは死にを意味するからねとか、やっぱりちょっとエンジンかけて移動したりするときにエンジンのイオン感じたりとか足回りのイオンを感じたり、うん、まあ、そんなのもあったりね。あとね一番大事なのがガラス、綺麗にガラスを変えんかったら夕方の光で乱反射して前が見えなくなるね。それで夕方交通事故を起こすパターンがあって歩行者、ね、急に渡った歩行者を見えへんかって引いたりとかもするからね。いや洗車一つでもすっごい気使うよ、うん、うん、それを自分が整備やった時に言うと値打ちないよね。うちはこんなことしてます、ここまでしてます、よくねタイヤトルクレンチで締めてますとか買い取るお店もたまにあったよ、今はないかからんけどとか、うん、当店はダブルチェックをしていますとかって書いてるけど当たり前です。それをさもしてますみたいなこと言うのは恥ずかしいことやね。なんか言わへんけど業界から離れたから言える裏話やねんけどね、それをしてるかしてへんかの店でかなり違う、ね、だから車屋さん選びは難しいよっていうのはそこやねんけどね、まあ、多いのが看板に騙される人とかね、大きいからいいでしょうみたいな風潮があるけどじゃないんだよねっていうのが、ね、逆に言ったらね
大手は元に大元があるから保証しっかりしとるってよく言うでしょ。保証しっかりしとるっていうか保証を使ってる時点でアウトやからね。弱小企業はやっぱ保証がね一応やっぱ欠けてる。そういう組合とかがあるからね、組合の保険かけてるところは多い。高いないところもあるよ、気ぃつけんとあかんのは。で組合入ってへん車屋さんなんかやったら危ないしね、余計ね保険でかけてんのが多かったりするし、うん、なんかあって保証しっかりはしとるけど、それでも一回そういうことを起こしてしまうと信用問題であかんことになるから、自分の身を削って仕事しとるから、やっぱり大きいところより小さいところの方がしっかりしたお店が多いってことやね。大きいからってええかった、そうでもなかったりするんよね。うん、あ、一本のとかにしてもいいようなお話を朝ごはんの雑談でしてもた。昨日ちょっとね朝ごはん動画で、うん、テーマ雑談にした方がいいかなと思って、ちょっと今日 B の雑談やめたよ。今ちょっとあっちゃんの今プライベートもやし、 YouTube 絡みもやし、 YouTube 絡まへんお仕事絡みもやし、いろんなことで盛りだくさんなんよ。で多分フリートークしたらその中の何ぼかを話してしまいそうになんねん。だからあえてちょっとテーマを変えて、うん、車雑談にしてみてんけどね。いかがでしょうか、こういうお話は。だからいつも一緒にご飯食べてくれているあっチャンネルの視聴者さんは 98% 女性の方々、もちろん残りの 2% の男性の方々、朝ごはんでこういう雑談はいかがでしょうか。逆にもっとしっかり聞きたいから、車は車で雑談じゃなく真剣に車のテーマで話してよって人、雑談程度でこんな感じで話してよ、雑談も欲しいけども真剣にそんな話も2系統で欲しいっていう人、コメントください。でね、食べ物動画やのにほぼ味のレビューがないという。いや美味しいよ、今回これ初めてね。ピザホースにジェノベーゼ、まあ美味しくなかったジェノベーゼソースを混ぜて、コークンのヘタピザソースを上にピーマン、味から言うとねケチャップと一緒に使うことで、あのジェノベーゼソースのダメさが消える。なんでかって言ったら、あのジェノベーゼソースね、酸味が変な酸味やねん。その酸味が、ケチャップの酸味で中和される。マヨでもいい。何か酸味と加えることで中和されて、バジルの風味が立つねんね。で、ある意味、ジェノベーゼソースって瓶に入ってたりして、1回2回使い切らんかったら、カビったり、あと、なんちゅうのかな、密封力が悪いけど、あれ、ニュって握ったで離したら出えへん。逆紙弁式、ワンウェイ式みたいになって、ワンウェイではないな、空気入るから。なってて、ちょっとずつ使えるし、スプーンとか入れへんから菌入りにくいんちゃうかなと思うんだけど、結構、まあ、あんまり持たせたらあかんと思うんだけどね、配布後はお早めにお使いください。そこはもう自己責任やねんけども。で、まあ、ちょっとずつ使える。ほんま大さじ1ぐらいで使えたりするから、いいのかもわからへんけど、あのボトルいいね、味はちょっといまいちだけど、でそれの香薫のね、あの燻製感と、で乗せたピーマンがええ味出しとったん、ピーマン入れて正解、それで今回のピザトースト結構美味しかったんよ、味はね、いいです。まあ、ちょっとイタリアのそよ風が吹いたかなぐらいの、はい、ピザトーストでした。美味しかったです。はい、ということで、まあ、今日はね、ちょっとほんまに車雑談にしてしもてんけどもね、こんな朝ごはん良かったよと思ってくれたら、高評価を。で、応援コメント。高評価はね、まっチャンネルを育てるためと思って、ちょっとでもいいなと思ったら高評価をしてください。で、応援コメントとかね、あと、こんなテーマ雑談してよ。こんなテーマで雑談してよとかいうのあったら、ぜひぜひリクエストください。まあ、そのテーマに沿って雑談も考えてみたいと思います。はい。なんかテーマはね、これ今回もフリートークやね。なんてことないねんけど、何の話や。
何かの話しかけて車関係にこう移動したんやけど、そんな感じでね、朝から何も考えずに話するのがあっちゃんねるやねんけども、うん、だって何も考えずにふっと頭から湧いてきたことを喋るのにね、うん、なんかこんなテーマでって言われたらそのテーマに沿ってやってみたいんで、ぜひぜひよかったらリクエストください。はい、ってことでね、うん、まあそんなこんなであっちゃんねる面白く楽しくいきたいと思うんで、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、こんなあっちゃんねる、まだチャンネル登録してくれてない人、今初めてあっちゃんねるにたどり着いてくれた人、ぜひぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。この辺にチャンネル登録ボタンがあると思うか、この辺にエンディングには出てくると思うんだけどね、この辺のチャンネル登録してみてください。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。では今日も朝から何かしらしようかなと思ってます。ではまたね、ゴミ袋買いに行かなきゃ。またね、バイバイ。